皆様、こんばんは。7月の26日、今晩の相場展望、チャート分析をお届けをしたいと思います。ドル円がにわかに今、佳境に入ってまいりまして、今、41台まで、突っ込んできておりまして、先ほど4号近辺で買いは待つと、40割れて突っ込んできたら30台、特に38とか36とか、そういったところで買い場を探したいというふうに、ちょっとイメージをして、ましたが、今ちょっと40割れずに今4号台まで戻されました。もう一回突っ込んできたらちょっと買ってみようかなというふうに思います。まあ今日 FOMC がありますので、もともと差し値はしないつもりでおりました。まあこの水準からだともう本当に、ザラバで38、36、もしくは33、そういったところを買ってみて、ダメなら25で切るみたいな感じで、イメージしてみたいなと思います。今41台ぐらいなんでね、ちょっとここ40台。割れてきましたね。もう一声。今3球台見えましたけどね。もう一つ走ってほしいなと思いますけど、買うんだったら。このままちょっと戻られたらちょっと買えずに30台終わっちゃうかもしれませんね。そうか。3球4アスクまでか。これちょっと買えませんね。もう一声ちょっと。さっき言ってた38とか36とかがこう、アースクで見えてないとやっぱ買えないですかね。まあいいや。これ見てると全然収録進まないんで、先に行きたいと思います。自分とすれば先ほど言った、その140円の30台、ここを今買ってみて、浅いストップだったら本当に25ぐらいでもいいかなと思います。水平線は引けないので、30台ということで、30から35ぐらいでもいいや、このあたり、この辺で買ってみるぞ、みたいな感じですかね。で、ストップを、浅いストップであれば、スキャルですからね、浅いストップであるならば、25割れぐらいかなと思います。で、当然スキャルピングなんで、これをもうロングリグーとしたら60近辺だと多分リグーと思います。まあ FOMC までこれを引っ張る感じではないですからね。一応スキャルピングなんで、もし買ってゾーンと落っこったらもうそれはもうしょうがない。切るしかない。そんな感じかなと思います。ユーロドル。ユーロドルは1.10の、こちらの方はですね、自分がさっきイメージしたのは、95で、売りを、イメージしてみたいと思います。そして、ストップをですね、これは、1.11の20で、20で、ごめんなさい。メイクが、1095のところは、赤で。UFO で。そして、リグイはですね、やっぱり1.1040で、イメージをしてみたいと思います。こんな感じです。ユーロ円です。ユーロ円に関しては、ですね、自己不足。155円の、やっぱりこの70ぐらいですかね。戻り売り。そして、ストップを、156円ちょうど。そして、利食いを。そうですね。155円の当選ぐらいですね。こんな感じで見てみたいと思います。テイクプロフィット。ストップ156円ちょうどで。
155の703、はい、セルで。はい、次、ポンドです。これ前のがちょっとごめんなさい、残ってますんで消します。うん。ちょっとポンド待ってくださいね。363に今、ドル円買ってます。381、買ってます。37はさっきやめました、今。357で買ってます。これで今少し戻ってきたら一回ロングをほどく感じです。40超えたら。まあ、ちょうどね、突っ込んできた、まあ、もう一回の流れではありますけど、まあ、買いたい水準なんで、ここは一回買ってみると。で、ダメだったら先ほど言ってみたいに、切るという感じになりますけどね。それはもうしょうがないですけどね。さあ、反転の兆しがあるかどうか、この辺で一回、1分足とかで、陽線が出てくれればいいんですけど、なかなかそれが出ないとね、苦しいかもしれない。375、38、38、今4。一旦ちょっと、重たいかもしれないんで、一回384、やめました。利食いで。まあ、一回買ってるから、まあいいや。35台、36台変えたんで、まあ、それは良しとしましょう。はい、ポンドへ戻ります。ということで、一回やってれば少し、満足感があるんで。次ですね。ポンド、対ドルなんですけど、時間足から見て、4時間足見て、少し、この辺りを一回買ってみたいなというふうに思いました。1.28の、この60あたりですかね。1.28、60ぐらいを一回拾ってみて、そして、ストップを1.28の25で。で、ロングの利食いを1.29の50でイメージをしてみたいと思います。もう32ぐらいまで下がってきましたね、ドル円がね。いや、ここはね、今、ドル円、ここはもう一段30割れると投げさせられるんで、ここは買わないです。はい。次、ポン円行きたいと思います。興味がないとこはチャートは見えない。皆さん見えてんじゃないかと思いますけど、後で。次、ポン円です。
181円の、40。3丸割れそう、あ、割れてきましたね。40売りですけど、ちょっと、あー、ダメだな。もう、2、今いくつ、289アスクまで。ね、もう一段、25ぐらいを割り込んできたら、突っ込んだ20近辺買いたいですね。さっきのもぐちゃぐちゃに入ってる線消しますね。今30割れてきたんで、当初言ってた分を、もうちょっとこれを全部元位にしまして、新たにやるんだったら、20近辺を買いたい。22とか。このあたりを買いたいですね。25割れて突っ込んできたところを変えたいと思いますね。当然、スキャルピングなんで、どんどんターゲットは変わりますし、利食いも変わる。全部、動いてきますから。同じところでは待ちません。で、ですね、ストップは、まあ、最低でも10では切ると思います。ただ、そこまで引っ張らないだろうな。22買って10はちょっと12銭になっちゃいますから、それ深いでしょうね。22買ったら17ぐらいで多分切るじゃないですかね。そんな感じで見てますね。利食いを、3、22買ったらやっぱり30までの間で、多分32ぐらいまでの中では多分やめると思います。そんな形で、もう一回再度を突っ込んできたら買いたいなと思います。ポンド円。181の40売りって言ってましたね、私ね。で、ストップはですね、181円のやっぱり75ぐらいかな。75ぐらいですね。75ストップで、そして181円の40売ったら、180円の90ぐらい。テイクプロフィット考えてみたいと思います。微妙になんか28ぐらいで止まっちゃいましたね、当然ね。はい、次、王子行きたいです。王子は、アイドル。0.68で、0.68で売りですかね。0.68の、失敗35ぐらいでは損切りだな。そして、利食い買い戻しを、67の、この50のところで考えてみたいと思います。OG 円ですね。OGM もまあ基本これ売りなんですけど、
95円の、30で。95の30で売りをイメージして、95の60ストップ。あと95円ちょうどで買い戻しを。95円の30売りの95円60ストップで、95円ちょうどテイクプロフィットでイメージしてみたいと思います。なんか、あ、まだズドンとは来ないか。ちょっと売り気が強くなりそうな雰囲気があったんで、今ちょっと止まっちゃいました。28近辺。ニュージニュージードルですけど、0.62 の、50のポイント売りで。ストップ0.62の、85で。利食いを0.61の、そうですね、0.6190ぐらいかな。90ぐらいでイメージをしてみたいと思います。ニュージー円。ニュージー円は踊り売りの波動だと思いますけど、87円の85あたり。87の85で売ってみて、88の一旦1号で切りますかね。88の1号で。ショートの利食いを、87の05ぐらいになりますね。87の85売りの88の15ストップ87の丸5利食いで考えてみたいと思います。今ちょうどドル円が、一旦下突っ込んだ分から
ちょこっと戻して、戻り27ぐらいから一瞬今3、4ぐらいまで戻して、もう一回今30瞬間割れたところ。これが突っ込んできて、22とか近辺だったら、2022近辺買ってみて、ちょっと15とかがね、切れてきたらもうちょっとこれはダメだろうなと思うんで、ストップをかけるつもりではいますけれど、この、22近辺買って、さらに、まあ、12よりももう15でもストップはいいかもしれませんね。まあ、早めの方がいいんで、突っ込んできたら、そこは、この辺で損切りかけてもいいかなと思います。とにかくちょっと今、目先、自分が思ってたよりも一回突っ込んで、20台まで売ってきたんで、FMC の前にですね、それなりにまあ、下攻めをしてるんですけど、最終的にその夜中までには戻す部分があるだろうと思うので、いつまでもショートは抱えたまま多分迎えることはできないだろうなというふうに考えています。今瞬間ターンは今売りになったんで、3231ぐらいから。スキャルピングだったら今この、319とか、今325、3、あ、325、326。326ですね、今売れたのね。あと329。339。このあたりちょっと今売ってますんで、とりあえずは、また30割れてきたらこれは買い戻しをすると。で、これ3536抜けてったらもうそれは素直に切りたいと思います。こんな感じで、今のところ見ておりますが、なかなか今晩の相場展望をやりながらスキャルの話になってるとちょっとね、ぐちゃぐちゃになりましたけど、すいません。申し訳ないです。今緩んできて、30台だったら買い戻すんだけどなと思って、今31までしか、31台までしか下がりませんでしたね。ということで、とりあえず、今日は、こちらの方、今晩の相場展望、チャート分析編はこの辺で失礼させていただきたいと思います。また今晩ですね、お取引なんかありましたらよろしくお願いをしたいと思います。それでは失礼します。